はい、こんにちは。第4問ね、お天気の話なんですが、フェーン現象に特化した問題ですね。問いの1、2、3っていうのね。OK、やっていきましょう。はい、夏の音がですね、まあいいです。問題1、B での相対湿度はおよそ何パーセントでしょうか。 B って、まあ、ここの問題ですね。 B から雲がもくもくできていくよみたいな書いてますね。B からもく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 って出てくるよって話ですね。雲ができるってことは、第1回の授業でもやったけど、こうなって、こうなって、この露天を迎えたってことだよね。だから湿度は 100% になるわけね。露天を迎えるってことは 100%。湿度が 100% ってことは、それは飽和したってことですね。なので、雲ができ始めると湿度は 100%、OK、ということで4番を選んであげてください、ね、僕の本気も 100% ですね。 OK、 届け届けと、はい、いきます。はい、問いに、文中の下線部 100m 下がるかかるごとに1度ずつ温度が上昇するよって、書いてありますよ。このような変化をする理由、なんで 100m 下がるとアップするんでしょうか。1番、空気の塊が下降すると、下降するんだね。高いところから低くなって、すると、周囲の気圧が下がらないから、どっちかというと上がるはずだね。だからこうキューってされて、周りからキューキューって押されていって、小さくなっていくわけね。OK、だから、1、2はないですね。気圧が下がるって書いてあるやつは違うですね。で、3番は圧縮されて温度がいいでしょう。ね、断熱圧縮ってやつだな。4番は膨張して気圧が上がって膨張するか、逆で押さえつけられるんだから圧縮されちゃう。で、断熱圧縮されて温度アップっていうのがこの問題の言いたいこと。まあ、なので、答えは3番ですね。OK、次、問い3は A から D にかけての空気の塊の温度はどういうふうに変化するでしょうって問題ですね。でしょう。で、例えば A がこの辺にスタートした、ね、OK、乾燥していると100m 上がるごとに1度下がっていくわけね。これ高度か。縦軸が高度、横軸が温度ですね。で、B の高度が およそ400って書いてあるね。400m のところまでこうやってピピーって。ね、温度が下がっていきますよ。で、その後、B からは400m から 2000m までは 100m 上がるごとに 0.5 度ずつ下がるって書いてあるので、傾きとしてはそんなに急じゃない、こんなに急じゃなくて、ちょっと急っていうか、こんなにもっと急になる、もっと急になるね、ごめんね。傾きで言うとこんな感じ。同じ1度下がるにも温度が 200m 上がらないといけないわけだから、傾きは急になる。で、これが B で、頂点 C がここになっていきましょう。で、C から D は同じように、こいつの傾きと同じになるからね、こいつの傾きと同じになるので、平行にこうやって書いて、これがフェーン現象。まあ、A よりも D の方が、A よりも D の方が温度が高いよってことなので、まず2番を速攻決めますね。こいつに近いやつ、1番を選んでください。OK。問4番。春1番吹いたって、この人。
真冬とはいえ春一番が吹いたと。でこの時にこの時の、天気図として最も適切なものを挙げなさい。でヒントとしては2月の13日で、言ってみましょう。1番、2月13日には梅雨前線があるんですかね。そんなことはありません。うん、2番は問題なさそうですね。北じゃなかった南に高気圧があって、こいつが頑張っておかげで春一番が来そうですね。で春一番っていうのは、春一番っていうのは、移動性高気圧がもたらす南風。天気図が好きな人はこれ見てめっちゃ寒そうだっていうのが分かるんですよ、ね、OK？ はい、ということで失礼しました。ということで、それでお天気の話は終わりかな。はい、次は5番の話は、これは星の進化の話ですね。頑張りましょう。